トピックス・ポセイドンは全世界の海洋における大規模海流を研究するための高精度海面地形図を作成するための最初の宇宙計画だった。この画像はわずか10日分のトピックス・ポセイドンのデータから作成されたものだが過去100年以上にわたって収集されてきた船舶からの観測によって特定されてきた海流の大半が描かれている海面地形あるいは 海洋表面地形あるいは海面トポグラフィーとは海面の工程図であり通常の地形図に地表の様子つまり山や谷が描かれているのと似ているこの海面高の違いは地球のジオイドと比較した平均海水面で表される海面地形は海流を地図化するために使われる海流は予測可能な流路で海洋の山と国の周囲を通る 北半球の山と南半球の国の周囲では時計回りを描く。これはコリオリ力の影響である。逆の半時計回りの動きは北半球の国と南半球の山の周囲で起きる。また、地球気候の重要要素である海洋による熱移動がどのように行われているかの分析や世界の海面上昇の監視にも海面地形は使われている。 データの収集は海洋と海流の長期的な情報を得る上で有益である。NASA によればこのデータは天候、気候、広報、漁業管理、沖合での活動などの理解を深めるためにも使える。潮の満ち引き、海洋循環、海の総熱量などの研究にも観測データは用いられる。これらの観測は天気や地球気候の短期的及び長期的な影響を 予測する助けとなる。ありがとうございます。